韓国ドラマ情報局へようこそ。当チャンネルでは韓ドラを中心に韓国エンタメ業界のお話をお届けしています。レンボ、亡くなった兄になりすまして王位継承者として生きることになった双子の妹、男性として生きなければならないが師匠に心が揺れてしまう。年末の KBS 演技大賞でも数々の賞を受賞した時代劇ラブコメ。2021年12月14日に放送が終了したばかり。現在は Netflix にて配信中。ハマったはいいが、次何見る？ということで、レンボロスにおすすめのドラマ9選見ていきましょう。ときめきソンギュンガンスキャンダル、2010年と古い作品ですが、断層、時代設定、ラブコメ、男性主人公がアイドルとレンボの要素が揃っています。しかも12年前のドラマなので出演者が今や大出世。恋愛ドラマといえばのパクミニョン、相手役にはパクユチョン、俳優として大成したソンジュンギ、ネットフリックスで大人気の地獄が呼んでいるのユアインと、今見るとものすごく豪華な顔ぶれ。パクミニョン演じる主人公が断層をして入学した学校、そこに通うイケメン生徒たちとの青春ラブコメ。こちらはネットフリックスだけでなく U-NEXT、Amazon プライムビデオ、Hulu、DTV、ABEMA、 日本の主要 VOD どれでも見られるのも魅力です。クガの書、ペ・スジ演じる主人公は男装をしているわけではありませんが、男性と間違えられるところから物語はスタート。9つの尻尾を持つ狐の妖怪クミホ、人間との愛は禁忌でもどうしても愛してしまう。レンボよりファンタジー要素が強いですが、こちらも禁じられた愛を描いた時代劇ロマンス。2013年のドラマなので若かりし日のスジとイスンギが見られます。個人的にはチェジニョクとイヨニが美しいと思った作品。 U-NEXT にて全24話配信中です。ノクドゥデン、花に降る月明かり、こちらは男装ではなく女装、主役を演じたチャンドンユン、わけあって男子禁制の村に入るために女装をします。そこで出会った少女を演じるキムソヒョン、女装状態で彼女と一緒に暮らすことになるドタバタっぷり。そこにカンテを演じる王族との三角関係、ウェブ漫画が原作の可愛い時代劇ラブコメです。2019年に放送されたこのドラマは現在 U-NEXT で視聴が可能。有料にはなりますが DTV などでもレンタルができます。新米士官クヘリョン、男装者ではありませんが男性にしかできない勉強と知識を身につけ、女性差別を払拭しようと奮闘する女性の物語。タイトルになっているクヘリョンを演じるのはシンセギョン。ネットフリックスで視聴が可能のそれでも僕らは走り続けるという陸上選手との恋愛を描いたドラマでも人気の女優です。彼女の相手役には現役アイドルアストロのチャウヌ、ペンネームで身分を隠し女性に人気の恋愛小説を書き続けています。ネットフリックスで全20話を配信中。1話約35分と短いので意外とサクッと見ることができます。気候号、2つの愛、涙の誓い、2014年の恋愛時代劇。コメディ要素はなくしっかりと時代劇ですが男装ものです。生きるために男装するしかなかった主人公にはハジウォン、低い身分から最後には皇后となった気候号の生涯を描いた作品です。実在した人物ではありますが、そもそも未知な点が多いらしく、史実にこだわらず架空の登場人物も交えたドラマとなっています。全51話と長いですが主要 VOD 高確率で見られます。 Netflix、U-NEXT、DTV、Hulu、Amazon プライムビデオで配信中です。ここでちょっと番外編、ネトフリで見られる王道作品をサクッとお届け。コーヒープリンス1号店、2007年とものすごく古い作品ですが定番中の定番。男装するユンウネとコンユのキスシーンが今も語り継がれていたり、助演のキムジェウクの出世作でもあったり、日本でも舞台になったり、同名の店舗が新大久保にできたり、高視聴率を記録し一世を風靡しました。このラブコメは現在 Netflix、U-NEXT、ABEMA、DTV にて視聴が可能です。王になった男、2012年の映画をリメイクしたドラマ。瓜二つの見た目をした男に出会った王は、その男を自分の影武者として宮廷に連れていくところから始まるストーリー。
イ・ビョンホンが出演した映画も大ヒットでしたが、ドラマ版も視聴率は 10% 超え。この恋愛時代劇は Netflix と U-NEXT で配信中です。100日のロー君様、主演がド・ギョンスことエクソのディオ。記憶喪失になった結果、100日間仮初めの夫婦として過ごす物語。時代劇、男性主人公が現役アイドル、ラブコメと恋母の要素たっぷり。こちらのドラマは Netflix、U-NEXT、Hulu、ABEMA、DTV で視聴が可能です。太陽を抱く月、こちらもヨジングが出てくる王道の時代劇。主人公を演じたのはキムスヒョン、主人公の子供時代を演じたのがヨジングです。キムソヒョンやイムシワンも子役で出ていたり、誰が出てるか探すのも面白いですが、なんと最高視聴率は 42.2%。 見て損はない作品だと思います。このファンタジー恋愛時代劇は Netflix、Hulu、ABEMA、DTV にて配信中です。イケメンですね。コヒプリに並ぶ王道男装ラブコメ。双子の兄の代わりに3ヶ月だけ大人気バンドの新メンバーになる妹。イケメンだらけのバンドメンバーたちと過ごす青春ラブコメです。キャストは全員このドラマで人気が爆上がり、世界的に大人気だったドラマです。こちらは Netflix と Hulu にて視聴が可能。ちなみに台湾のリメイク版 U-NEXT と DTV で見ることができます。番外編はこれでおしまい。おすすめ9選に戻りましょう。雲が描いた月明かり。キム・ユジョンが演じるのは幼い頃から男装をして暮らしている女の子。恋愛相談家として生計を立てていましたが、いろいろあり男装内観となります。相手役にはパク・ボゴムが演じるツンデレ王子。恋母同様に男装、時代劇、ラブコメ物語、様々な賞を受賞し、最高視聴率は 23.3%。 月明かりシンドロームと呼ばれるブームを巻き起こし、原作のオンライン小説の売り上げも跳ね上がりました。この超人気作は U-NEXT と DTV で配信中です。ポンダンポンダン王様の恋、簡単に見たい方向け全2話のドラマです。男装ありの時代劇ロマンス。タイムスリップした女子高生が出会うのはセジョン。現代の高校生の知識レベルでも昔の人からすれば天才。彼女の知識と彼の権力が絡み合う若い二人の恋物語を描いた作品。当時ビースト、現ハイライトのドゥジュンがセジョン役を演じ、昨年ホンチョンギが好調だったアン・ヒョソプも出演しています。このファンタジー時代劇は U-NEXT、Hulu、DTV にて視聴が可能です。ネイルサロンパリス、恋は指先から。男性しか働けないネイルサロン、そこで働くために男装をするのはカラのパク・ギュリ。彼女の連ドラ初主演作です。そしてもちろん勤めているネイリストたちはイケメンだらけ。チョン・ジフ、現チン・ヒョンビン、ソン・ジェリム、元 M ブラックのチョン・ドゥン。タイプの違うイケメンネイリスト3人、誰と恋に落ちるのか。このドタバタ系のラブコメは U-NEXT で配信中。全10話と短めです。夜を歩くゾンビ。ゾンビではないです。ゾンビです。とは言ってもファンタジー設定。主人公は吸血鬼です。吸血鬼が悪の支配者に復讐を誓う物語ですが、男装あり、時代設定、しかも恋愛ドラマでもあります。キャストもイ・ジュンギ、東方神起、チャンミン、イ・スヒョク、キム・ソウン、イ・ユビ、イ・ヒョヌと豪華。2015年の作品なのでみんなちょっと若いです。ヴァンパイア好きには超絶おすすめのこのドラマ、 U-NEXT と DTV で視聴が可能。全20話の作品です。いかがでしたか？見た作品、見たい作品はありましたか？ぜひコメントで教えてください。今後も韓国ドラマ情報を中心に韓国エンタメ業界のお話なども配信していく予定です。それではまたお会いしましょう。